回のタイトルは、宇宙開発企業スペース X、543億円相当のビットコインを売却していたことが判明です。ぜひ最後までお付き合いください。民間宇宙開発企業のスペース X 社は、2021年から取得したビットコインを約3億7300万ドル、約543億円分を売却したと報じられている。スペース X 社がビットコインを売却したタイミングは不明だ。ウォールストリートジャーナルの8月17日の報道によれば、スペース X 社は2021年と2022年に、ビットコインの保有高3億7300万ドルを貸借対象表に記録していたが、その後保有仮想通貨を売却したという。ウォールストリートジャーナルは、2022年の総経費が約52億ドル、2021年と2022年の資産や設備のストック、および研究開発費用が54億ドルであることを示す同社の財務文書を確認したという。スペース X 社のイーロン・マスク CEO は、2021年にビットコインを一定量取得したと発表した。これに先立ち、マスク氏が設立したもう一つの企業であるテスラ社が、米証券取引委員会、SEC に対して、ビットコイン15億ドル分の購入を計画しているとする書類を提出していた。この発表は、ビットコインが当時の最高値である4万3000ドル以上に上昇する一因ともなった。テスラ社の2023年第2四半期の決算報告によれば、同社はビットコイン保有高のうち、約1億8400万ドル分を残して全て売却している。テスラ社は、2022年第2四半期にビットコイン3万 BTC 以上を約9億3600万ドルで売却し、これは元のビットコイン15億ドル分の保有高の約 75% に当たる。世界で最も裕福な人物の一人であるマスク氏は、しばしばソーシャルメディアで同時コインやビットコインなど特定の仮想通貨についてコメントをしている。2022年10月にツイッターを44億ドルで買収したが、彼は X と改名したプラットフォームが銀行業務や決済サービスを含む包括的な金融世界を提供できると主張している。またツイッター時代には青い鳥のロゴを同時コインの柴犬のロゴに変更したりもしている。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。